日本列島について申しますと旧石石器器時時代代の後新石器時代がないといいとうのが一番難しい問題でありますなぜなら新石器は使い出すのですがこの本格的な農業牧畜を行わないというね大変難しい状況で中国の中心部以外の東アジアはかなりこの新石器時代にこう 狩猟採集という文化が非常に高度化していくという中国とは違うルートを取っているというそのため時代の区分が非常に難しくなっているため中国の親戚時代それから王朝の時代につきまして土器の年代によって縄文土器を使った時代弥生土器を使った時代というふうにこう表記をしておるというのがこう 日本列島の最大の特色であり理解が難しいところでありますこれを、えー、まあ戦死時代とするのが普通の考え方であります